はい、そしてここで矛先の代表の総太郎くんにインタビューをしたいと思います。お願いします。お願いします。総太郎くんは包容連に彼女がいると思うのですが、はい、彼女のことは何と呼んでいますか？ゆりちゃんと呼んでます。ゆりちゃん、はい、やっぱ下の名前ですよね。彼女といえば下の名前、やっぱりそうですね。はい、ちょっとじゃ あ, まあ今のあの質問だったんですけど、もう一個真面目な質問があって、はい、総太郎くんは包容連に彼女がいると思うんですけども、はい、長続きの秘訣は何ですか？はい、全く真面目な質問じゃないと思うんですけど、そうですね、まあ楽しくいることじゃないですか？ありがとうございます。実は普通に今日初めて喋るんですけど、こんなこと聞かれると思ってなかったんでびっくりしてます。ありがとうございます。大変参考になりました。よろしくお願いします。お願いします。会場の皆さん、こんにちは。神奈川県は横浜市より参りました関東学院大学矛先と申します。3年ぶりのこの地で踊れることをとても楽しみにしておりました。I'm not afraid to die.